結成13年目を迎えた2020年より、ついに新フォームへと強化変身した無次元無意味電子アートユニットヒューマンシャワーが、新春恒例鏡割りライブアットムジカジャポニカにてさらなる高みを目指し、その新フォームをもって挑む。よっしょ、これで、これで繋がってんのかな。いけてるはずやけどな。見えてんのかな。起きた起きた。おい、皆さん、見えますか？聞こえますか？ヒューマンシャワー。おー、イケてるっぽいですね。さあ、緊急事態宣言で延期となっていた、ムジカジャポニカ協力のもと毎年恒例で開催されていたヒューマンシャワー鏡割りの儀、本日ようやく再開することができました。おめでとうございます。ありがとうございます。ヒューマンシャワー。まあね、緊急事態宣言の有無に関わらず、世の中まだまだ危険がいっぱいなんですよね。まあ感染症拡大防止の見地より、今回は残念ながらリモートでの参加とさせていただきます。ご了承ください。まあ現地に行けないのはね、ちょっと残念なんですけども、まあ新たなシステムを導入して、今日はライブをやっていこうと思います。では早速川端さんを呼んでみたいと思います。川端さーん。何くん、リモートとかね、ちょっと初めてなんで、ちょっと緊張してます。ちょっとね、使い方がいまいちよく分かってないんで、不安ですけど、まあ今日はよろしくお願いします。ムジカジャポニカ年次行事であるヒューマンシャワー鏡割りライブ、緊急事態宣言発令で延期されましたけど、本日無事開催。ご来場いただきました皆様、誠にもってどうもありがとうございます。ヒューマンシャワー、今日はリモート出演ということで、そこは我々ヒューマンシャワー、この日のためにスペシャルな最新テクノロジーを導入、我々の情報をすべてダウンロードしたアバターでも転送するという、まさに昨年打ち出したニューコンセプト、三新、そう、新時代、新感覚、新境地、この三新をもって皆様を新たなフェーズへとご案内いたします。じゃあ何くん、この日のためにね、準備しといたあのスペシャルなマシーン、ACS、 通称アクス、これです。アバターコントロールシステム。これで早速我々のアバターを登場させてみましょうか。ダニ君の方が、ちょっとグレード高いやつやったっけ？俺のちょっと中古なんで、ボロボロですけど。じゃあ、やってみましょう。そうなんですよね。新しいの買いました。これね、最新のやつなんで、まあ、いい感じに動くと思うんですけど。よっ。あ、動いた。繋がってる。あ、いい感じですね。これもう楽屋から出ちゃっていいですかね。一回外出しますね。
よいしょ。おー、出た出た。あ、動いてる動いてる。あ、逆向きに見えるんですね。そうかそうか。あ、結構これが右で、あ、難しいっすね、結構。ステージに行くのにちょっと時間かかるかな。ほな、俺の方も出動します。お、ほら、行ったらんかい。あ、あれ、なかなかちょっと難しいね。思った通り行けへん。ほんでちょっとこう反応速度が遅いんかな、思ってるより。その辺もね、ちょっとこう踏まえてやっていけへんと。おりゃおりゃ、もうちょいもうちょいでステージや、もうちょいでステージ。なんとかね、まずはステージまでいけへんとな。おりゃ、もうちょいや、もうちょい、いってれ、いったらんかい。よっしゃー、ステージ到着。はっ、ごめん、間違って決め台詞ボタン押してもた。でもこれおもろいな、決め台詞ボタン。あー、決め台詞ボタンね。僕のあのコマンド入力式なんですよ。この波動拳と同じ。よっ、あ、出た出た出た。波動拳と一緒の入力なんで出えへん時もあるんですけど。よっ、よっしゃ、出てる出てる、順調ですね。よましょう、これ連続で出すの結構難しいんですよね。よましょう、よましょう、よましょう、よましょう。なんかこのピッチってあるけど、このピッチはなんなんや。お、これこういうのピッチ変えられるんか。うわ、ほんまや、これがピッチボタンやったんか、知らんかった。これおもろいっすね。遊べるっすね。これでいい、もうこれだけでいい。ちょっとすいません、あのお楽しみのところ水差すようで悪いんですけど、あのこれちょっとこればっかりやってたらライブ終わっちゃいそうなんですけど、そろそろ次行った方がいいんじゃないですかね。あ、ごめんごめんごめん。何せな、アバター演奏初めてやし、ぶっつけ本番やし。まあでもちょっと軽く演奏してみひん。だいたいやね、うまいことギター持ってくれんのかな、これ。ちょっとギター持たしてみようか。お、ほら、ギター持ってちょうだい。ほら、ほっ、あ、あ、いけたいけた、ギター持ってくれた。まあちょっとこう演奏してみようかな。あかんな、これ。これあんま演奏には向いてへんことない？っていうか、これ動作のタイムラグ含めてちょっとこれ演奏無理やで、これ。いや、すいません、次行こうか言うといてなんなんですけど、僕まだドラムのとこに たどり着いてないんですよね。ちょっとこれ難しいな。スティック取れるか。でもまあまあ、せっかくですし、もうちょっと続けてやってみます。あ、いけたいけた、よし。せやね、まあでも安い買い物ちゃうかったしね。まあもうちょい頑張ろうか、もうちょいやってみよう。行きましょう。ハイハットとキックのコンビネーションよ、まあ、一応操作通りにはいってるけど、ドラムとしてこれどうなんやろ。全然なんか実力が発揮できないんですけど。なんやこれ、もうあかんがな。もうバグってこんなんしか弾かれへんなって。ボタン、もうごめん、これしかできへんわ。え、それってバグってるんですか？ちょっと今必死にそっちに合わせてるんですけど、やっぱ難しいな。もうちょっとダニ君、これもあかんで。もうあかんわ、役に立たへん。もうさ、こないだ買うたあの新しいやつ、何やったっけ、あのシンクロシステム、あの通称インマイジョーってやつ、あれにちょっと変えよ。もうこれあかん、やめやめ、ヤンピヤンピ、もうヤンピです。ほなさ、ちょっとあのシンクロシステム取ってくるわ、ちょっと待ってて。ああ、そうか、シンクロシステム用の装置買ったんでしたよね。僕もそれに切り替えますわ。
これも全然あかんかったんで、ちょっと物販で売りますね。ほんじゃ、僕もシンクロシステム用の装置取ってきます。これこれこれ、シンクロシステム in my job。 うわ、川端さんの衣装すごいっすね。それ僕のちょっと形違うんですけど、まあ機能は同じなんで。これめっちゃ楽やな。これ断然ええやん。めっちゃ簡単やし、なんで最初からこれ使ってへんかってん俺って感じやで、ほんま。あ、ええ感じですね。結構思い通りに動きますやん。お、この辺でどうかな。ちょ、せやな、一回ギター取って、ほんで鏡割りの練習しようか。よいしょ。ああ、この辺でこんな感じか。あ、そうですね。僕もスティック取ります。よっ。よいしょ。よし、これでこのぐらいですかね。肘の角度とか、このぐらいかな。こう、こう、こう。まあ、このぐらいですよね。いけます？いや、もうちょい、こんな感じかな。あ、もうちょいこっち？もうちょいこっち。あ、はいはい。こんな感じやな。おりゃ。お、大丈夫そうやね。ほなら、鏡張りの儀、やりましょうか。じゃあ、お願いします。鏡張りですが、もう、皆様はご存知のことかと思いますけれど、鏡張りを行った後、ヒマシャワの演奏中は、振る舞い酒とさせていただきます。本日の演奏終了、それをもって振る舞い酒も終了とさせていただきますので、そこのとこどうぞよろしくお願いいたします。ちなみにこの酒樽、この酒樽には実は今回お酒は入っておりません。というのも、新型コロナ感染拡大防止の見地から、振る舞い酒はこの樽からではなく、カウンターでご提供させていただきます。というわけで、でも段取り上、まず乾杯用のお酒を配りますんで、皆さん一杯ずつもらってくださいね。おっと、まだ飲まないようにね。まだ飲まないように。みんなもらってくださいね。リコチキ。
皆様、お酒は行き渡りましたか？一杯ずつ行き渡りましたか？はい、ちなみにですね、リモート出演の我々もご心配なく、ちゃんと自前で用意させていただいておりますんで、皆さんと一緒に乾杯したいと思います。はい、お待たせいたしました。では、鏡張りの儀、いよいよ執り行いたいと思います。じゃあ、ほな、行きますよよ。せーの、はい、おめでとうございます。はい、皆さん楽しんでいきましょう。ヒューマンショー。あれ、俺のお酒は、あ、あったあった、はい。では皆様、こんな世相がまだまだ続く中ではございますが、今日はめでたい鏡割り、今年1年の皆様の、ご健康と幸せを祈りまして乾杯したいと思います。ではおめでとうございます。乾杯。おめでとうございます。あ、振る舞い酒はこの樽ではなくて、カウンターでもらってくださいね。おかわりはカウンターでもらってくださいね。この樽からですからね。ほんで、このシンクロシステム、うまいことギター弾けるんかな。じゃあちょっとやってみようか。まあ、いけそうや。まあ、いけそう、いけそう。ダニ君はどう？はい、だいぶ慣れてきましたね。いけそうです。いけそう。よろしくお願いします。ほな、皆さん、ここから先は陽気にやっていこうか。こんなご時世やしな、みんな飲んで陽気に、そしてソーシャルディスタンスは守ってください。ほな、ヒューマンシャワーいきます。せー、ワン、ツー、スリー、フォー。
や、だいぶずれてきてますもんね。ほっ、やばい。あ、ほんまやな、ほんまや。ちょっとっていうか、まあまあ遅れてきてるんちゃう、これ。なんかまた嫌な予感がするわ。嫌な予感がする。フリーズとかしたりせえへんよな。何これ、なんかちょっとノイズ入ってきてません？なんか全然関係ない映像が紛れてるような気もするんですけど、なんか、あ、めっちゃ嫌な予感がする。あれ、なんか画面が変なんだった。これってタバタ？何？アバターじゃなくてタバタ？タバタ？アバターちゃいますやん、それタバターですやん。ちょっとやばい、来てますやん。ちょっとタバターが、ちょっとタバター率高なってません？うわあ、俺もほんなら再起動するわ。再起動しましょう。よっしゃ、再起動できた。なんせな、初めての試みやから、まあいろいろあるよね。あれ、何くん、なんか衣装めっちゃシンプルなってへん？あれ、ほんまですね。あ、そうか、再起動したから衣装が初期化されて白 T なんすね。初期設定こんな感じなんや。うわ、ダッサ、やばいっすね。あれ？川端さんも白 T になってません？あ、ほんまやん。アバターとはいえ白 T ちょっと恥ずかしいな。それもこれ、中山美穂ファンクラブ限定仕様やで。もうなんでミポリンフォームだ俺。ないってなんでな、どんな風にして再起動した子だってあんねんな。ちょ、恥ずかしさをごまかすためにも、もうこれしかないわ。ヒューマンシャワー。でもまあ、これはこれで面白いんで、とりあえず合言葉言わしときましょうか。ヒューマンシャワー。よし、ギター抱えて、演奏、あれ？あれ？なんか、ちょっと調子悪い？ちょっと、おかしいな。なんか、あれ、お、あれ、おーい、シンクロシステムがシンクロしとれへんがな。お、あ、あれ、あれ、なんでやねんな。あれ、お前ですね。全然なんか思い通りに動いてないっていうか、なんか、おい、白 T、動け。白 T、ほら、ちゃんと動いてちょ、こうやって、あっ、接触不良か。こうじゃないんか。こうやろ、こうやろ、これこうやろ。なんか接触不良ってな、バリ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 って、あれ、通信不良っすかね。そんなこともないか。
なんでやねん。おい。お、なんかまたでもこれめっちゃ嫌な予感。あれ、また出てきたんちゃいます？これ。田畑さんやん。あ、田畑。田畑。なんで田畑。もうアバターちゃうねんって。田畑やからそれ。別もんやねん。この田畑どないかならんのかいな。ほんま。なんで通信トラブル起こるたびに田畑さん出てくるんすかね。どうなってんねん。どうでもええ映像やな。シンクロシステムはバグが多すぎてちょっとめんどくさいんで。ナニ君、こうなったら、あれ使おうか、あれ。あれしかないわ、もう。あれ？でも、あれ、どこ置いたかな？ちょ、待って、探してくる。これです、これ。あー、はい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 。って、それ、何ですか？それ、何ですか？あ、これ、音声認識型リモートマシーン。Speech Interpretation and Recognition Remote System。まあ、Siri とか、そういうのと同じ原理なんかな。まあ、音声で、リモートコントロールできるやつ。何くんも持ってたよね。あー、音声認識型リモートマシーンか。持ってます、持ってます。ちょっと待ってくださいね。形違いますけど、これですよね。あ、そうそう、それそれ、それですわ。ほな、早速やってみようか。ステージへ行って。おー、それめっちゃ便利ですね。ちょっと僕も出してみますね。楽屋から出て。おー、出た出た、すごい。ギター抱えて。ドラムのところまで走っていって。おー、すごいすごい。便利ですね、これ。全然いけますよ。あ、でも、これ、演奏させんの、どないしたらええねん。じゃあやってみようかな。6弦解放、5弦7フレット、4弦7フレット押さえて、その3本をピッキングして。で、これやったらめんどくさすぎて演奏にならへんがな。全然あかんのちゃうん、これ。単純にギター弾いてとか言ってみたらどうですかね。え？そんな適当でええん？でもまあな、AI 搭載やし、まあここは AI の力信じてみようか。ほな、行きます。ギター弾いて。お、いけそうやな。お、じゃあそれに対抗して早叩きして。おお。ちょ、ブレイクして。お、いいですね。そのブレイクに対して、あえてブレイクせずに、
ドラムの良さを引き立てて。すごいな、わかるんや、やりたいことを。大体よっしゃ、めちゃめちゃえげつない変拍子弾いて。それじゃあその変拍子に時には合わせ、時には外しつつ、絶妙なバランスで合わせていって。もはやできてんのかできてんのかよく分からへんけど、ええ感じですね。よっしゃ、ほんなこれや。めちゃめちゃうまいギターソロ弾いて。おお、ほほほほほ、実力以上。おお、あ、じゃあそれを引き立てるようなドラムプレイを叩いて。じゃあなあ、よし、もう人間とは思われへんギタープレイできるかな。ほほほほほほほ。じゃあ自分がドラマーということを忘れて、ボクサーの気持ちで叩いて。こんな叩き方あるんか、すごいな。よっしゃ、ほなあれや、もう早すぎて遅く聞こえるメガ高速ギターソロ。もう人間技やない、さすが AI、 さすがアバター。よーし、ほんならもう、まともとは思えないテンションでドラムを叩いて。よっしゃ、ほら、もうこれや。もう、異次元のレベルで、出てる音と、弾いてる姿が全く一致しない、そんなすごい奏法。おほほほほほほほ、もう神や。いや、 AI ほんますごいな。もしかしてこんなことできたりして、松竹ファック演奏して。お、できんのか、すごいな、もうすごすぎるわ。なんで松竹ファックできんの。松竹ファックできんねや。ちょっとやってみよう。松竹ファック演奏に合わせて。うわ、すごいな。Come on!
予感するこれ、これめっちゃ嫌な予感。うわ、ほんまや。なにこれ、また。もう田畑さん、もうええで。きついなー。うわー、切れる切れる切れる。無理やなこれ。あ、出た田畑。あかん、田畑。もうこうなったらしゃあないな。最後の手段や。もうあれ使おう、あれ。ナニ君、あれ使おう。もうあれ使うわ。ちょ、取ってくるから。ちょ、待ってて、また。これ使いましょう、これ。これ使おう。もうこれしかない。うーわ、出たー。で、それ何ですか？それ何ですか？これは、テレパシー送念機。まあ、要は、アバターにテレパシーを送って操作する。そういう機械ですけど。え、何くん持ってたよね。持ってたよね。あー、テレパシー自動送念機ね。はいはい、ありますあります。ちょっと待ってくださいね。ちょっと取ってきます。よいしょ。これですね。ちょっと川端さんと形違いますし、ちょっと地味なんですけどね。これでいけるはずなんですけど。よし。これでもう念じるだけで自由にアバターを動かすことができる。もうこれでね、やりたい放題。もう何でもやりたい放題。もうバッチリ。でも、ただしこれ、一個だけ欠点あって、長時間使うと、アバターがシンギュラリティに到達して、自我を形成して暴走するらしい。まあそういう危険性があるってことで、まあそれだけちょっとね、注意しながら使っていきましょう。シンギュラリティ？ああ、AI が自我を持つってあれですよね。AI あるあるですよね。まあまあまあ大丈夫と思います。まあ、ほんまにそんなこと起こるんかな思いますけど、まあまあ、ちょっとやってみましょうか。
みんな今日はどうもありがとう。ヒューマンシャワー。
意味不明、全く意味不明だぜ、全く意味不明、全く意味不明だぜ、全く意味不明、全く意味不明だぜ、なんかさ、さっきからちょっと演じてることとだいぶ違う演奏になってきてるような気するねんけど、実は僕もそれ感じてたんですよね。ちょっと暴走してません？これがもしかしてシンギュラリティってやつ？もっと強力なテレパシー送らんと取り返しつかへんことになるんちゃいます？ほな、了解了解。ここはほな、二人で最強電波を送ってこますで。ルリア！やってへん。ちょっとおお前ら何勝手に演奏やめてんねんな。おいおいおい、もしもーし、もしもーし、もしもーし。お前なんか勝手に動いてますね。何を勝手にやってこましてケツ買ってはるんですか。おいおいおい、ほんま演奏やめんなよお前、お前ら。ちょもう全然あかんやん。もうおい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 おーい、全然もう全然あかんやんか。これどうなんだってんの、これピロ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 ン。おーい、あ壊れた。あおいおい、うん、あれまたなんか画像の調子悪くなってきたんちゃいます？あ、ほんまや、なんかめっちゃまた嫌な予感してきた。もう嫌な感じ？これ出るんちゃいます？高田さん、もう、あ、なんか来そうやな、あれ。うん、もうええぜ、もうやめて、高田さん。あー、来た、たまたWhat?
到達。デリートどうもありがとうございました。明けましておめでとう遅れませながらみんなあとは振る舞い酒これで終わりです。そしてここからはみんなムジカチャボリューのためにお金使って帰ってください。みんな陽気に飲んで、陽気に飲んで、こんなご時世を吹っ飛ばしましょう。